こんにちは、はるにゃんです。今回は秋冬に合う私のお気に入りのリップカラーをご紹介しようと思います。まずは NYX のスノーホワイトというカラーです。発色も良く、とても深く濃い赤ってな感じで、これ一本ですごく華やかな印象になりますよね。続いてレッドワイルドのシュガープラムフェアリーというカラーです。このレッドワイルドのシリーズはマットでちょっと塗りにくいんですけれども、発色も良くて落ちにくいので、使います。好きですね、とても。はい、そして同じくレッドワイルドのチェリーピッキングというカラーです。さっきよりちょっと甘めの色なので、とても女性らしいカラーですよね。うん、キュートキュートベイビー。そしてお次はミラニーのリップフラッシュ、フォトフラッシュというお色です。ペンタイプなので、塗りやすく細かい赤いラメが入っています。こちらも発色バッチリでございます。そしてお次はメイベリンのウォーターシャイニーミルキーのプラムカラーです。柔らかくてとっても塗りやすく、濃くつきすぎないので、普段ちょっとお出かけする時でも使えるかなっていう感じですね。そしてさあ最後はレブロンのジャストビトゥンキッサブルのラブシックです。ベリー系でとってもキュート、まさにデートにぴったりかなカラーですよね。さてお気に入りのカラーは見つかりましたでしょうか。これからのシーズン、イベントに向けて秋冬らしい色をいっぱい試してみてはいかがでしょうか。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニュー。